ここがバンスカー鉱山の真相。確かにこれまでとまるで雰囲気が違いますね。見てください、こんなところに線路がありますよ。本当だ。でも途中で切れちゃってますね。線路だけじゃないわよ。あそこにあるの駅じゃない？ここって鉱山のかなり深いところにあるんですよね。ええ、そのはずです。これは新路線として記録しておいた方がいいのでしょうか。地上にはどれくらいの鉄道網があるのかしら。海沿いの線路とつながっているって可能性はないの？その可能性は低いと思います。急に出てこないでよ。メトロフレイマリンの鉄道図は全て暗記しましたが、バンスカー鉱山から近い海岸線の線路に地下トンネルはありません。どこかにメトロホールのようなワープトンネルが存在している可能性もありますが、鉱山の真相と地上をつなぐ路線というのは現実的ではありませんね。となるとこの路線は地上のものとは別物って考えるのが良さそうね。レパルスが見つかった海食堂にも同じような線路があったよね。結局あの線路もどこから続いているのかわからないままだったし、廃線って考えるのがいいのかな。駅の作りもだいぶ古いね。ほとんど化石みたいなものだよ。でも祭壇は上にあったものとほぼ同じです。むしろさっき見たものよりも状態が良さそうに見えます。ああ、魔力もバッチリ。プトラが石を使ったせいなのか知らないけど、この祭壇だけ随分と生きがいい。プトラさん、奇跡というのはどういうものなんですか？簡単に言うと、特別な光を放つ宝石かな。光が強ければいいってわけでもないし、大きければいいってものでもないから、何が特別かって説明するのが難しいんだけど。では、プトラさんの持っているその石、もしくは、プトラさん自身に反応して光り出すということもありえますね。僕たちだけじゃ見つけ出せないってこともあるのか。だったら、プトラがあちこち動き回ってみた方がいいね。バトゥ、ちゃんとプトラを守ってあげてね。石を持ってるから、カナーリアに狙われやすいはずよ。そうだね。この感じだといつ襲われてもおかしくない。向こうはもうこっちの存在に気づいているみたいだからね。誘いに乗らないな。気づいてるぞってアピールはしたつもりなんだけど。バトゥ？いやね、実はさっきから誰かに見られてるんだよ。オリビアかと思ったけどそうじゃない。うまく尻尾を隠してる。カナーリアの可能性が大だ。そんな、そんなあからさまに構えちゃダメだ。このまま警戒態勢を維持して。わかった。プトラのことお願いね。わかってるよ。何があっても守ってやるさ。私もプトラさんの護衛につきます。ビビアンさんはヨシノちゃんと後方の警戒に当たってください。あら、珍しいわね、ミヤコが隊列の指示を出すなんて。まあいいわ、よろしくね、ミヤコ。一応聞いてみようかな。どうして僕と組もうって思ったの？確かに二人一組で守った方が何かとやりやすいけど。ビビアンさんはバトゥーさんと相性が悪いと思ったからです。カナーリアがプトラさんを狙っているなら、状況によってはビビアンさんが隊列を乱してしまう可能性があるかなって。へえ。カナーリアが本気で奇襲を考えているのなら、プトラさんが石や鍵を探しながら警戒するのは危険すぎます。当然、バトゥーさんの守り方も攻撃的になりますよね。そうだよね。
いきなり僕かプトラが死ぬかもしれない。そうなったらビビアンだと対処しきれない。はい、極端ですがそういう状況も視野に入れています。私ならおそらく動揺せずに対応できるかと。君は本当に賢いね。ベルサイユビーキだったけど都の方にも興味が出てきたよ。都、君はどうして動揺しないんだい？殺しの訓練を受けているという感じもしないのに、どうして？感情がないとでも言うの？感情はあります。でも、あまりその影響を受けません。私はもともと人形なので、人の感情について疎いんです。なるほどね。心の方が鈍いのか。そういうバトゥーさんは体の方が鈍いんですよね。痛みを感じにくいから戦うことに迷いがない。あなたはすでにハバロフスクさんとの任務で相当なダメージを受けているはずなのに。体の方が鈍いか。なるほどね。面白いこと言うじゃないか。こいつは一本取られたな。それってつまり、君と組めば最強ってことだろう？最強と断言することはできませんが、互いの戦闘力を余すことなく発揮できるという意味では、相性が良いバディになれるのではないでしょうか。ああ、そうだね。痛みを感じにくい者同士、うまくやろう。プトラ、何か見つけたの？いや、何も見つけてないんだけど、石の色が変わったような気がしてさ。やっぱり変わってる！ほら見てよ、バトゥ！なんか青っぽくなってない？ほんとだ。さっきまで完全な緑だったのに。プトラさんが石の色を変えるのは、これで二度目ですね。でも、シモアマズの岩戸の時と少し違う。立っている場所で色の濃さが変わるんだ。車掌さん、何？提案って。わかった。バトゥ、ミヤコ、ついてきて。綺麗な青。フレイマリンの空と海みたいだ。これが、バンスカーの青い奇跡。お母さんが見つけたっていう、幻の石。やっぱり、この青の奇跡っていうのが鍵だったんだね。ネッサと爽快の森人っていうのは、巨大樹の森人のことかな。ねえ、オリビア。君はさっき、私のお母さんもここへ来たって言ったよね。お母さんはどうやってメトロフレイマリンに来たのかな？そういうことか。やっぱり、イリスクラウドのバンスカー鉱山は、イリスメトロと繋がっていたんだね。ありがとう。君のおかげで、お母さんは帰って来られた。もし君がいなかったら、私も、この世に生まれてなかった。いや、聞いたことないけど。プトラ、危ない！ち、いいところ狙ってくるじゃないか。え？何、この血。バトゥ、どうしちゃったの？みんな、ぼーっとしない！襲撃だよ！反撃反撃！ミヤコ、僕の体めがけて攻撃しろ！わかりました。バトゥーさん、もろとも攻撃します。ミヤコ！話してる時間はありません。バトゥーさん、当てますよ。
やるわね、スカンダの殺し屋。普通の人間なら最初の攻撃でくたばってるわよ。君はバカなの？僕のことスカンダの殺し屋だって言っときながら普通の人間を語るなんてね。はっ！なんでそんな動けるのよ。痛みを感じないってレベルじゃないでしょそれ。カナーリア、やっぱりここにいたのね。もう逃がしませんよ。あなたはここで終わりです。終わり？何それ、もっとはっきり言いなさいよチビスケ。ここでお前を殺すっていうことだよカナーリア。ベルサイユにできなくても僕にはできる。そんなの決まってるでしょ、あなたたちの邪魔をするためよ。私にとってはこの世界が毒に汚染される方が好都合なのよ。イリス・クラウドもイリス・メトロも巨大樹の根っこから腐ってしまえばいい。それが過激派の目的だというのですか？そうね、だいぶ人数は減ったけど一応私と同じ動きをしている人はいるわ。ちなみになんで減ったかっていうと、私が殺しちゃったからなんだけどね。そんな脅しも強がりも聞かないよ。車掌さんがいいって言ったら僕はすぐにでもお前を殺す。私を殺したらもっと怖いやつが出てくるわよ。それでもいいの？待った！バトゥ、ちょっと待って！分かってるよ、必要な情報はちゃんと吐かせる。そのもっと怖いやつってカナーリアの仲間ならどうしてここにいないの？そんなの少し考えりゃわかるでしょ、脳天気娘。少ない脳みそ使って考えなさいよ。その仲間っていうのは巨大樹の森人の居場所を知っているんだよ。カナーリアは鍵を集めるのと私たちの邪魔をするのが仕事。正解。つまりあんたらはどこまで行っても後手後手、常に私が先回りしているってことなのよ。それは違う。私たちが一つでも鍵を持っている限り、あなたやあなたの仲間は必ずそちらからアプローチしなければいけない。ついでに言うと、あなたはただの捨て駒で任務を達成しないとどのみちその仲間に殺される。あなたが焦って無謀な行動をとるのは私たちがどんどん巨大樹の森人に近づいているから。おお、言うね。僕も同じこと考えてた。このクソガキどもが。あんたらは何も分かっちゃいないんだ。毒が何かも知らず、巨大樹が何かも知らず、ただ目の前の霧を晴らすことしか考えないクソバカどもだ。ミストトレイン？夢の列車？そんなもんで常闇の王の目論みを阻止できると思ってるわけ？光の天球まで一体どうやって行くつもりなのさ。どうしてここの様子は見られていないはずなのに。違うのよ、私はここでこいつらを殺すの。だから巨大樹の森人がどこに隠れてるかなんて関係ないと思って。待って、そんなことしなくても今の私なら。今の声オリビアじゃないね。何者かがカナーリアに呪いをかけました。おそらく遠隔で操作できるよう体の一部によりしろを仕込んでいたのでしょう。気をつけてください、今のカナーリアはすでに人間ではありません。何よこれ、体が、頭が痛い。これカナーリアが成り損ないと呼んでいたかわいそうな魔物たちと同じですね。そうだね、
同じ方法で魔物化されちゃったんだね。魔力が増幅し続けてる。放っておけばどんどん強くなるぞ。早いうちにやっちゃった方がいい。くそ、くそ、特鉄隊、リカルドの息子、全員ここで殺してやる。私が道を開きましょう。これが私の最速の剣です。暗闇が怖い？私は平気。もっと見せてよ、駆られる側の絶望を。これで決めるわ。切り晴らしの巫女、完全に化け物だ。普通の人間だったら10回は死んでる。不死身ってことはないはずなんだけどね。おそらく術者に無理やり動かされているんだ。胸や頭を刺してもくたばらない。仕方ない。バト、何をするの？首をはねる。それでも生きてるなら燃やすしかない。首をはねるって、そんな。止めるのはなしだよ、プトラ。言っておくけど、それは優しさじゃない。見たくないなら見なくていい。ミヤコ、これでダメならとびきり強い術で燃やしてくれ。わかりました。ちょっと待っとくれ。ん？そいつの始末は私にやらせとくれ。その状態だと首をはねても意味がない。ユーセンとメアリー？なるほど、そういうことか。さっきの視線は君たち二人のものだったんだね。緊急時に備えて後をつけていたのよ。イズリン島は把握しているから、これも正式な作戦のうち。プトラが一度消えた時はどうしようかと思ったけどね。それより、カナーリアの始末はユーゼンに任せてちょうだい。下手に手出しすると、もっと悪いことが起こるかもしれないから。そういうこと。あんたら全員下がってておくれ。メアリーもね。ええ、あなたに任せる。ユーゼン！クソ女！どうしてお前がここにいるんだ！その言葉、そっくりあんたにお返しするよ。バカだね。どうしてこんなになるまで悪さしたんだい？あんたをこき使ってる奴は、人の心ってもんがないのかね。うるさい、うるさい、うるさい！適当に生きてる奴に、これ以上適当なこと言われてたまるかってんだ！適当に生きてるわけじゃない。私はお人形のために生きてる。ただそれだけさ。あんたは何のために生きた？何のためにレジスタンスに入ったんだい？あたしと初めて会った時、あんたは何も話さなかった。あたしの言うことも聞かず、自分のやりたいようにやってきた。そっちの方が適当なんじゃないのかい？黙れ！知ったような口を聞くな！お前みたいなクソ女に話すことなんか鼻からないんだよ！あんた、本当にガキのまんまだね。
ガキ呼ばわりすんじゃねえよ、このクソババア！ババアで結構。でもあんたがガキなことに違いはない。私はあんたの目的も信念も知らずにお守りをしたんだ。欲しいものだけを求めて暴れ回る奴をガキと呼ばず何と呼ぶ。さあ、おとなしく欲しい。あんたは放っておいても死ぬ。でもそうなる前に私が楽にやってやる。その代わり、あんたの飼い主について知ってることを教えておくれ。お前なんかに話すわけねえだろうが、クソババア！さっさと殺せ！やっぱり飼い主のことについては話さないか。わかった。それじゃあ望み通り、殺してやる。カナーリア、よくお聞き。ほんの少しの間でいいから、口を閉じていておくんだよ。そうすりゃ楽にやってやる。術が終わるまで何も言うんじゃない。一言でも言葉を発したら、地獄を見ることになるからね。人形ばっか相手にしやがって、このクソ女。バカだね。喋るなって言ったのに。なんだお前たち、やるな、やるんじゃない、サマンサの分際で。サマンサがあんなにたくさん。大丈夫よ、すぐにいなくなるわ。あのサマンサの狙いはカナーリアだから。狙いって、カナーリアをどうするつもりなんですか。彼女たちが言っている通りよ、見ない方がいいわ。やめろ、なんなのよこれ。呪詛一つ、痛みを忘れ花を見る。まぶた閉じずに夜を見る。呪詛二つ、孤独の丘に木を植える。枯れ地に眠りし狼が花見の迷いを背に乗せる。あ、そうなのね、全部夢だったのね。ただいま、ママ。私、ちょっと旅をしてたのよ。霧の世界を旅したの。痛みを無効化し、幻覚を見せる術ですね。用途が限られるのに、とても難しい術。たまたまさ。たまたまそういう術を知っていただけだよ。さあ、みんな祭壇の方へお行き。悪党はもういなくなった。あとは全員でここを出るだけだ。メアリー、先にお行き。いいえ、私も最後までいるわ。いさせてちょうだい。ああ、それじゃ悪いけど、そうしてやっておくれ。さて、無事に5つの鍵を手に入れたわけだけど、見ての通り、メトロフレイマリンの海はこの世の終わりみたいな状況だよ。君たちが戻ってくる直前、海の上に真っ黒い玉が現れてね。それが光の天球を覆う闇だってことに気づくまで時間はかからなかった。それだけじゃないよ。車掌君、ミストトレインを見てごらんよ。正確にはその線路の先に見えるもの。プ
トラ、ちょっといい？うん、どうしたの？鉄道軍の人から面白い話を聞いたのよ。こっちのバンスカー鉱山にはその青い奇跡についての伝承っていうか都市伝説みたいなものがあるらしいの。へー、初耳だな。イリスクラウドにはそんな話は伝わってないよ。それどんな話なの？そんなに昔の話じゃないんだけどね、メトロのバンスカー鉱山に一人の旅人が迷い込んだんだって。その旅人はやけにバンスカー鉱山について詳しくて、家に帰るとか言って一人でどんどん行動を進んでいったそうよ。地元の人は彼女を止めようとして追いかけたけど、ある場所を境に急に消えちゃったんですって。消えちゃったって目の前からいきなり？そう、ついさっきまで話をしていたのにいきなり。で、驚くのはこの後よ。その人が消えちゃう直前、青い石を手にしていたそうなの。メトロの人たちはそれまで緑の石しか見たことがなかったから新発見だって大騒ぎ。それを譲ってくれって頼んだけど、彼女は家に持ち帰るって言って聞かなかった。そこで地元の人たちはその人に石の名前をつけてほしいと頼んだそうよ。第一発見者は石に名前をつけていいって決まりなんですってね。うん、そういう風に聞いてるよ。その石が本当にそこで取れたものならね。ではここで問題です。メトロフレイマリンのバンスカーに伝わる青い奇跡伝説、未だに見つかっていないその青い石には何という名前が付けられたでしょう？そんなのわからないよ。何よ、考えもしないで。そんなんじゃ石取り名人のお母さんにどやされるわよ。ねえ、そんなこと言われてもな。新種の名前ってその後ずっと語り継がれるから自分の名前をつける人が結構いるんだけど、その人の名前知らないし。あ、消えた美少女。違う。青の迷い子。違う。でもプトラにしてはいいセンスだわ。自分でもそう思った。一応聞いておくけど、ビビアンの作り話じゃないんだよね？うん、正真正銘こっちの世界に伝わっているお話だそうよ。答えを聞いたらきっと驚くわよ。私が驚くような名前なんだ。ええ、私だって驚いたんだもん。プトラならきっとひっくり返るくらい驚くと思うわ。それじゃ正解を発表するわね。奇跡プトラブルー。え、プトラブルーと名付けてほしい。もうすぐ生まれる自分の子供にも同じ名前をつけるのよ。旅人はそう言い残して去っていったそうよ。嘘、こんなことって。今度お母さんに聞いてみなきゃね。その石も見せてあげないと。そうだね、オリビアの話も聞かせてあげよう。私がバンスカーの真相まで行ったこと、みんなと一緒に戦ったこと、もう一つのバンスカーに世界を救う鍵があったっていうこと。それから私の一番大切な友達のこと。あら、それはいいわね。ちなみにその友達って誰のこと？やだな、そんなの言わなくてもわかるでしょ。私バカだからわからないわよ。吉野や宮子じゃないんだからちゃんと教えてくれないと。もうビビアンのことに決まってるでしょ。はい、よく言えました。ビビアン、本当にありがとうね。あの時光の中に飛び込んだ時、ビビアンが一緒に来てくれてよかった。私たちでこの世界の闇を晴らそう。フレイマリンの青い海と空は絶対に渡さないんだから。